7月14日朝が来ました。外は小雨がずっと降っています。まだですね、九州や今はなんか中国とか山陰山陽あたりが、雨がひどいようなんですよね。早くこの梅雨の時期、梅雨っていうのが危険な、季節になってしまったのが嘆かわしいですが、早く過ぎるといいなとジャン君は夢の中で思っています。そしてこちらはポンちゃんです。ポンちゃんもおはよう。ちょっと目が覚めちゃってるかな。少し涙目だね。どうした？ゆっくり寝て直してください。ポンちゃんも世界平和を望んでいます。ちょっと動いたらピントが外れちゃったね。ちょっと別のところにピント合わせよう。はい、ポンちゃんの場合は黒い顔のあたりにピントがいっているとピントが迷います。どうした？大丈夫？どうしましたか？調子悪い？このところね、エアコンの効いていない暑い蒸し暑さの中でよく寝ているんですが、調子崩したか？大丈夫かな？まあたくさん寝れば大丈夫だね。よく寝てください。はい、ジェン君、これからマオイママさんの誕生日プレゼントを探しに行ってきますよ。なんかいいのがあるタイプね。はい、ジェン君、ポンちゃん、向こうではポンちゃんが甘えています。はい、一目惚れ。うちはテープのカッターが、テープ台が壊れちゃって、ちょっとない。じゃあこれ、とりあえず決めましょう。はい。あとは細かいのでも。伝統楽器とかではなさそうだよね。音しないんだ、何もしないと。西洋から鍵盤が来て、なんか作ったんだ。それで後ろに振り子があって、それをカッカやりながらやる。自分ではじゃあ空気は送らないの？誰かが、別の人が自分でやって、だから片手で演奏する。ああ、そういうことか。左手で。これみたいな。そうだね。アコーディオンみたいな。据え置き型アコーディオンみたいな感じかな。ポンちゃんだ。誕生日プレゼントを買った後、おやつ食べてます。はい、おやつでこれですね、相変わらず。ドライのささみ、うまいのね。もうね、ポンちゃんがね、おやつでしょって言って、向こうの部屋からやってきました。ね、ポンちゃん。はい、
あとでプレゼントの開封もしますね。はい、まおいママさんのお誕生日のプレゼントの開封です。開封、誕生日前に開封します。うさぎのしっぽさんはこんな袋なんだ。うん、ちゃんと袋が用意してちゃんとうさぎ柄のしっぽです。近所にですね、うさぎのしっぽというお店があって、ハンドメイドの、作品を展示して、そこで売っていると、即売といえばいいのかな、をしている形です。知り合いのお友達なんかも、置いてるのね、置いてる、出してます。そこに行ったところ、こんなのを見つけました。じゃじゃん、チュリチュリ、はい、かわいい。なんと言えばいいかな、和風なが、布で作った猫、猫ちゃんで、そして木の、台だね、うん、テーブルですね、これね。なんかこれもこれをね作ってる人がいるみたいで、うん、なんかいろいろあったね、はい、これとこれは別の作家のものです、うん、まあ今日はですね、作家さんの名前とかをちゃんとチェックはできてないんですが、まあ多分たびたび行くことになるでしょうからね、うん、多分ね、このあ、ちょっと違うのかな、こっちの方がそうだったかな、同じ、はい、これ同じ人だ。そしてさらにさらに、はい、これは多分同じ作家さんかもしれない。いや、でも場所が違ってたんだよね、置いてる、うん、これがこうぶら下がってました、はい、うちとしてはこれをセットで考えました。こういうことだったんだね、こうちょっとお腹のところ と手のところと顔に重さがあって、うん、はいはいはい、でこういうふうにだろう、引っかかるようになってるね、引っかかるようにということは、この木を使わなくても他のとこでもいいよということだね。だね、はい、サラリン猫さん、この3つが一緒にあると可愛いねということで、うん、買ってきました。買ってきました、はい、でこれの人のところの下に、うん、前回いただいた、うん、よいしょ、このお手玉みたいなにゃんこ、はい、があったので、うん、同じ作家さんなのかな、ここ、ね、とも思いました。どこかでつながりはあるでしょう、きっとね。これの下の棚にこれが、うん、を置いてるカゴがあったので、うん、以前もらったやつでね、うんうん、はい、っていうやつで、これ可愛くてちょっと気に入ってます。はい、まおいママさんお喜びです、はい、そして可愛いです。もう一個、可愛い小物のお店がやっぱりあってですね、グリーングリーングレーだったっけな、グリーン、あ、はい、行ったのに、うん、あの LINE スタンプありますって、今使ってますって言ってくるの忘れちゃった、うん、あ、そう、うん、まあ今度ね、うん、これが一目惚れです。何でしょうか、もうパッケージが見えてますが、あ、これに写ってる、うん、はい、これ、はい、こんなです。ちょっと濡れてます、タオルします、よいしょ、はい、はい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 、取れる、そう、あ、ほんとだ、ちょっとボロボロしちゃった、はい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 、そしてはいはい、かわいい、そしてはい、かわいい、ハシビロコのテープのやつ、テープディスペンサーっていうの、そういうやつですね、テープディスペンサーでだ、で、ずっとずっとずっとセロテープの台が壊れちゃってから、うん、なんかあの可愛くないかったけど、うん、
いわゆるね自分用 の、青いやつはあったんですが、 それはちょっと気に入っていなくてですね。そうでも気に入ってないけど、でも使ってたのねずっと、うん、でもなんかだんだん下から砂みたいのが出てくるようになっちゃって、多分 重さを使うために多分入ってたものだと思うんだけど、なんかだんだん砂が汚れ、なんか汚れんだよなって思ってたら、どうやらそっから砂が出てきちゃっていて、そうか、重みに砂を使ってるって、ね、多分そうなんだと思うんだ。でしょうがないので、その人はもうダメかなと思って捨てました、はい、でそれということで、こんなの見つけて、あこれも買いだって言って買ってきました。そうなんです。でうちはずっとこういう状態でこれをピッて切って使ってたんです、うん、だけど、つけてください。これにつけられるので嬉しいです。お、はい、入った。で、かで、これ取った方がいいのね、うん、取ってやったー、やっとテープが、はい、やったー、はい、かわいい。ハスビロクオのテープディスペンサーでございました。はい、お誕生日おめでとう、明日。発見。なんかプールの中にいるみたい。うつむいてるからね。そしてここにも発見しました。全部乗っかっています。かわいい。ジャン君の全部乗せ。ちょっとジャン君動くよ、ほら見て見て、かわいいでしょ、はい、ほとんど馴染んでいます。かわいい。